次に広瀬が行く、両手横も戻っている、すごいステップですね。平尾もう一回行く、いいディフェンスだ、ファウルだと、あと4秒、打つか、川崎打ってきた、どうかな、来た、来た、バンプ3、簡単にはやらせてくれないですよね。エドラメパス、ナイスパス、ジョーンズカウント、いいパスでしたね、はい、外でハレルソン、中に石井が行きます、繋いでベンドラメ、取られましたけれども得点にはやらせませんでした、はい、茨城ハレルソン選手はリバウンドは効いてますよね、はい、そして3、うん、十分元気だと思いますので後半活躍に行きたいですね、はい、前半のうちに個人ファウル2つになってました、マカデル、はい、ローテーションもいいですね、はい、ベンドラメが飛び込んできた、あエンドワンを見て入れた後にベンドラメ選手が縦にカットしてきたので、はい、そこをやられましたね、よく見てますねディフェンスを、そこで、まあ、立ってトップで受けるだけだと茨城のディフェンスも間に合うんですけど、ただまだ3点差、茨城ロボスもしっかり返したいところです、おー鶴巻渡辺対平尾、トップスコット、そこをマカドゥが見ます、ファウルはなし、福澤からタップスコット、これはカウント、カウントですね、はい、一つ前の守備のところと、それから1対3のような状況でも決めてきましたね、はい、オープンになりました、渡辺3、あと5秒、タップスコット、渡辺がしつこくいきます、タップスコット、ジェイコブセン、田島、ナイスパス、アリウープ、ジェイコブセン、10点差残り2分切りました、はい、まあ、今チームファウルも2つですから、このあたりも石木さん考えないといけませんね、そうですね、まあ、このファーストも良かったですね、はい、田島からジェイコブセン、はい、平尾ジェイコブセン、タップスコットにつながった、福場カピオアリーナ大歓声、大きな拍手に包まれて茨城ロボッツ勝ちました、